ナナさん誕生日おめでとうございます。いやー、ナナさんの誕生日が今日1月21日ですよ。皆さんね、座長公演行かれる方は明日じゃないや、23の前日物販とか、まあ、当日よろしくお願いしますね。という感じでね、今回は、ナナさんおめでとうというわけで、バースデーケーキと、これがゲーマーズのグラスと、まあ、タペストリーは開封してないんですけど、これがサークル系のね、あの前回のアルバムのスタンドになりますけどね。いや、ナナさんおめでとうございます。本当にね、これからも末永くライブ活動やらいろいろ活動頑張ってくださいね。僕はいつまでも応援し続けますよ。というわけで、今回はナナさんの誕生日でした。はい、というわけで今日はナナさんの誕生日というわけで M8A7 やっていきたいと思います。7ですからね。さーって、俺も加速ジャンプできないんだな。さーて、ここにスモークを焚きつつつつつ、オッケーオッケー、大丈夫かな。ここよく来るよ。来てるね、多分いるね。オッケーオッケー、おー、いいねいいね、味方さんいいぞ。オッケーオッケー、危ねー。おお、怖いよ怖いよ。あ、上にいる上にいる、横にいる、どこにいる、やばいやばい、ここ怖い、ここ場所が場所だな。自分が今いる場所が、いやーマジか、やられちまったよ。ちょっとね、ダメだね、真ん中でながらえようって、生きながらえようっていうのはちょっとね、ダメだね、これ難しい話。いやー、今日はね、ほんと奈々さんの誕生日なのでね、我が家はケーキです。はい家族みんなでケーキ食べますわ、ほんと。いや、いいですね。いや、ケーキをね、やっぱね、食べるっていうのもたまにはね、いいからね。甘いものっていうのもね、FPS にもね、こう集中力のね、源として必要ですから、そこら辺はね、欠かさず補充していきたいところですよね。いや、今回、アドベンチャーのね、円盤にはね、結構なんか、ね、いろいろ、特典が盛りだくさんということでね、まあでもなかなか忙しくて見る時間がないんだけどね。まあでもそれでもね、ちょっと見たいな、見たいな、この、あーやばい、このね、動画もあれだけど、動画も撮らなくちゃいけないけど、だけど、ちょっとね、ナナさんのまあライブを見るイコールね、一日すべて使い果たすと言っても過言ではないぐらいの長さですからね、やっぱライブってね、3、4時間あるから、プラスやっぱオーディオコメンタリーも見たいっていうか、見るっていうよりかは聞きたいわけですよ。まあ、ぶっちゃけて言うと、オーディオコメンタリーだけをね、なんだろう、録音じゃないんだけど、あれ、抽出するやつ、あ、持ってねえ、ドライブ。あ、でも、できるのかな、わかんないけど、オーディオコメンタリー部分だけを抽出して、あれやりたい。車の中でとか聞きたいね。そういうのもね、あれなんだけどね。いやー、でも今年は奈々さんの年ですからね、なんて言ったって。えとの猿年は奈々さんっていう、そういうことなんですね。周期的にね、3周してますからね。さあ、アルファ側にいるのかこれ。おい、マジか、逃げられちまったぜ。オッケーアルファ失うぞ、失わねえだろ多分、みんななら大丈夫だよ。やば、意外といたぞ意外といたぞ、あそこ。あー、来てくんねえかな。来てくねえな。来てくれないみたいですね。ここにいるのかな。ちょっとここにいるんだったら、ちょっともう、終わらすとこ。怖いもんね。危ねえ。ここ、顔出し、ひょこ出しパターンだからさ、ここにいるとさ、大変なんだよ。狙いづらい。嘘、タイミング。マジか。こういう時に限ってなかなかいいタイミングで敵が来るっていうところが悲しいね。ちょっとあっち側行ってみようかな。いやー、でももう少しっていうか、まあ、座長公演の話はまあね、多分後々すると思うんですけど、物販のね、いろいろなんか買ったよっていうのは。いやー、今回のね、座長公演、本当にどんな風になるのかすごい気になりますよね。僕はね、昼と夜はしっかりね、覚悟して一応確保してもらってっていう感じですかね。本当一緒に楽しみましょうねって話なんですけど、
いやーでもね、今回東京ドーム控えてるからね、あのなんだろう、物販またね東京ドームでも何かあるわけですよ。いや楽しみだね。いやでもね、なんだろう、今回の座長公演はね、チケット代とあと円盤、アドベンチャーの円盤とあと物販が重なって結構な出費になってるんですね。本当物販自体は3万円出したらお釣り返ってくるぐらいね、そんななんか量が多いとかそういう感じじゃないんですけれども、うん、なかなかね物が重なってね、出費するものがね。あと僕が駿河屋でねちょちょいって買ったものもね、すごくなんとなくポチポチしてたら駿河屋って怖いね、あそこね、いつの間にかさ増えてんのよカートの額がマジあれ謎だわ。ほんとなんかそう、一つ一つの単価100円とかなんだよ、100円とかなんだけど、そういうのをなんか3つも4つも買ってるとやっぱり3、400円になって、それが塵も積もれば山となるということでしょうかね。かなりね積もってましたね。それがこの時期に被ってしまうところがね、なかなか厳しいと思うところなんですけれども。うわ、なんかセントリーガンあるぞ。ナイス、セントリーガンの潰し。誰か、さすがですよ。ここにいるんじゃないかな。あ行きたいけど行かせないよ。なんだなんだ、なんかぐちぐち言ってんだけどグロいグロい。大丈夫、ここに耐えとこう。多分ここ耐えとけばあっちの、よしよしよし、待って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 、あーなんだめちゃくぐわぐわしてる。ピューリファイヤーにやられたら本当に。いや今年もね、奈々さんのいろいろツアーとかもどこになるかねまだ発表されてないので、それが座長公演で発表になるのか東京ドームで発表になるのか、すごい気になるところですよね、ファンの人からしたら。なかなかね、やっぱりこう今年は埼玉スーパーアリーナが使えないんだっけ、改修工事かなんかで、いろいろなアーティストがねライブ会場がないんだぞっつってね、なんか署名活動してたかな、なんかそういう活動してたような年だったと思いますけど、去年かな、やっぱライブ会場増やしてほしいみたいなことをね言ってましたけれども、そうですよね。僕もね、やっぱり埼玉スーパーアリーナがあと4つぐらい増えてほしいんですよ埼玉スーパーアリーナが4つぐらい増えてくれたらね、みんな幸せになれるんですよ。特にそうだな、どこに、千葉あたりにね1つ埼玉スーパーアリーナ使って、埼玉スーパーアリーナの西武ドームの横ぐらいに埼玉スーパーアリーナ作ってほしいなっていうね、西武ドームディスですねこれはね。ドームはしょうがない、ドームはしょうがない、本当に場所探してくれりゃいいからドームの駐車場ね、あそこ貸してくれたらいいわ。ドームの駐車場じゃねえんだな、なんだろう、あれでも駐車場っていうのかな、いつも物販やってるところ。埼玉スーパー、でもプリンスドームになったんだっけ、名前が変わってね、ちょっとねややこしいね西武ドームがね。まあこう変わり変わってね、いろいろなってるわけですけれども、それのなんかやっぱ埼玉スーパーアリーナがちょうどいいっていう感じがするんですよね。兄様とかもそこでしょ確か。うん、やっぱねあれぐらいの規模がいい、ドームというかライブの会場はね。よし取りましょう取りましょう。ダメダメ、いやーこれ難しい、もう打ちながら来てたからね。あーこん中入ってた、オッケーオッケー、いない、大丈夫。ここに金色のねお兄ちゃんがいるからね、そこら辺がなかなか難しいんですよ。私たちはここでいいんですけどね。スモーク焚いて取りましょう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 。なんかやばそうだけど、なんか若干やばそうだけど、おお、なんかうなってるうなってる、おお、レールガンレールガン、よしよし、オッケーオッケー、危ねえ。いやほんと、おお、味方さんがいるところから敵がどんどん湧いて出てくる、面白い。あー左からも打たれてたか、残念ですよ。まあね今回はねほぼ一発撮りのようなものなのであれなんですけど、ご了承くださいね。マザーシップ出ないよマザーシップ出ないよ、マザーシップ出ない、今回マザーシップ出ない、出そうと思ったけど出なかった。ちょうどいいタイミングで敵が来るんだ、危ね。さあ来い、さあ来い、バトルしようぜ、ほら、オッケー。怖い怖いけど、あー敵がめっちゃ死んでる、これはこれは来るんじゃないか、ここから。いやーどうだ、いやー来る来る、いいぞ。あーこれ左やべえ左やべえ左やべえ、
左やばい、後ろもやばい。 OK、 待って、なんかサプレッサーの音するぞこれ。あー、ヘイターまで行ったのに、くっそマジか。またこれでね終わってしまうというね感じですけども、いや本当に今回は奈々さんの誕生日、本当奈々さんおめでとうございますね。本当にね、奈々さんがこれからもねずっとライブはねやっぱり行きたいね。楽しいもんね、やっぱり奈々さんのライブっていうのはね、やっぱ生きる原動力にもなるっていうぐらいのね、素晴らしいエネルギッシュなものですからね、ぜひ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 このね今後ずっとねやっぱ参加し続けてたらいいかななんて思いますけどね。またヘイターだ、ここでヘイターを出しカンニングをすると。オッケーオッケー、あ待って待って、オッケーオッケー、待って待って、オッケー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 、いいぞ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 、倒し放題だこれ。ちょっと待ってよ、2人じゃなくて1人ずつでお願いしますよ。さああともうちょっとで、またヘイターが待って、来てるヘイターが回った、ヘイターが回った、また弾が足りねえな、まさかの弾が足りないというね、弾切れ状態に陥ってますね自分ね。あ終わっちゃった、うん、まあこんな感じでね今回はナナさんお誕生日おめでとうございますという感じでね、ケーキも家族でみんな食べて笑顔になりたいと思いますので、皆さんもね、ぜひぜひ参加される方はよろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。